言われても何歌えるか知らんしってなると思うんですけど、ね、ちょっと瞑想したくなりますよね。まあ大体ポップスを、ね中心にカバーをさせてもらってて、この間ねストフェスさん他のところでさせてもらった時は中島みゆきさんの糸とかリクエストいただいたりとかねして、歌ってきたんですけど、はい、なんかこれできますかとかありますでこんなん急に聞かれたらみんなこうしちょっとポップスふんってなる気持ちわかるんですけど、なんでもねできない曲はごめんなさいできませんって言うんですけど、もしお好きな曲で私ハモることもね即興でやってますので、うん、何かあればぶつけ本番なんですけど、はい、ちょっと歌詞をね調べるところから始める感じなんですけど、もし何かありますかお好きな曲ちょっと言っていいかな。いったあー見たい。何がいいですか。何が一番あれが好きだと言うのなんだっけ。花になって。あー大丈夫ですか。あーごめんなさい、練習してきます。すいません。一曲もあるんですか。メアとかだったら分かるんですけど、いけるかな。いけるかな。いけるかな。ごめんなさい、演者がごめんなさい。いえいえ、ありがとうございます。めちゃめちゃねパワフルな歌声を、めちゃくちゃ高度な曲聞かせていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとメラの、ね、メラまあご存知ですか。緑黄色社会さんのメラご存知ですか。とても疾走感のある楽しい曲なんですけどね、なぜピアノ1本しかないのでちょっとバラードチックになると思いますが、それも楽しんでください。そうね、まあぜひ手拍子などで一緒に楽しんでもらえたらね、より一緒に楽しめるのかなと思います。ちょっとね、ワンコーラス1番だけやってみたいと思います。ありがとうございます。ちょっと時間があったらね、もう1曲ぐらいやりたいなと思うんで、なんかこんな曲ちょっと考えておいてもらえたら、はいってもう手挙げてもらえたらとっても私たち喜びますんでね、はい、まずじゃあワンコーラスちょっとやってみたいと思います。はい、ちょっと